ってますね、お姉様。なんだかお祭りが始まるみたい。はんはん、なるほど。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われるのよ。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。ほう、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大使の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。何よ、ノリが悪いわね。あんな奴はほっといて、この街を楽しみましょう。好転となりまして、ファリス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは、今は客の相手をしている暇などない。出直して、父上、ただいま訓練から戻りました。キスたるもの、信念を決して負けず、国に忠節を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい。今日も騎士道精神を忘れていないようだな。ファーレスよ、お前も今年で16歳。ファーレス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。ですが、旅の方、お名前は？いいお名前ですね。何用で我がサマディを訪れたのです？大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか？僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。
うん、思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。君たち、虹色の枝を求めて来たんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど、僕が父上に掛け合えば、きっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい？よし、決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。さて、お次は世界を飛び回っては訪れた街を魅了して去っていく謎の旅芸人の登場だ。ルローの旅芸人シルビア、摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか？ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。みんなサーカスに夢中のようだな。ではそろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。今度、騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は僕、生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。これまでは部下の協力もあって、父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。だけど今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース。出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。そんな時、君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。影武者って言ったって、レースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ？心配ない。王族は身の安全を優先させるため鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。頼む、一生のお願いだ。僕の代わりに僕のふりをしてレースに出場してくれ。大
何それ、そんなのずるっこじゃん。こんな頼みを聞く必要ないわ。あれ、そんなこと言っていいの？虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ。うわ、最低。なんとでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、僕の代わりに出場してくれるよね。よかった、そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら、虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束する。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まってくといい。明日になったらレースハウスにある王族控室に来てくれ。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ僕はこの辺で失礼するよ。じゃあ。本日はお日柄もよく、ファーリス杯という我が王子の、完成じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。あたしシルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。王子様だからって手加減しないわ。正々堂々勝負しましょうね。
でかしたぞ。相当馬の扱いに慣れてるな。あそこまで走れるとは思わなかったよ。さあ変わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。君のおかげで助かったよ。虹色の枝の剣は僕が何とかしよう。それじゃまた後で。ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとう。君のおかげで面目を保てたよ。早速虹色の枝のことだが、騎士の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動しちゃったわ。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに入れ替わってズルしてたのね。なんだよ、あなたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら国民たちの期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろ。そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ。僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。王子様失礼します。入れ。国王様がお呼びでございます。ファーリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。ああ、わかった。すぐに行くよ。君には世話になった。虹色の枝の剣は僕が何とかするから、後で玉座の間に来てくれ。あなたの走りとってもしびれたわ。またどこかで会ったらよろしくね。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス騎士として精進いたします。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。おお、人助けとはさすがは我が息子。騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバサキュにまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば今回の任務もきっとこなせるであろう。
歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか？私では叶いませんよ。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらぬと見た。頼もしい限りだな。よし、フォーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいり。はい、承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。そうこうしているうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ、頼む。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む、この通りだ。ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。それじゃあ城門の前で待ってるからな。準備ができたら君たちも来てくれよ。ほんと情けない王子ね。この国の将来は心配だわ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。